着。港にいた黒い船、ついてきてるのか。なんだよ、結構寒いな。お前じゃない、ニアって名前がある。下で酒盛りが始まったんだよ。ちょっと付き合え。ニアは酒が嫌いなのか。酒は嫌いじゃないけど、酔っ払いは嫌いだ。ふん、じゃあサルベージャーにはなれないな。なんで。船には酔うな、酔うなら酒だ。サルベージャーの合言葉みたいなもんだよ。くったらない、転職する気も起こらないよ。ま、そうだよな。ドライバーならサルベージャーなんかよりもっと稼げるんだろう。あんたはレックスでいいよ。レックスはなんでサルベージャーをやってるのさ。あれさ、世界中がどうかしたのか。サルベージャーをやってるとさ、いろんなものを拾うんだ。誰かが落としたもの、誰かが残したもの、どれもが一度は死んだものたち。最近アルスの数もめっきり減ったろ。この前も一体大型のアルスが沈んでいくのを見た。たくさんの動物たちを乗せたまま、俺たちの暮らせる場所はどんどん減ってきている。俺たちもいずれ一度は死んだものになるけど、あそこには楽園がある。あんたマジで信じてるの？楽園伝説で
ソルベージャーってわけ？あるわけないじゃん、そんなもの。あれはただのでっかい木だよ。あそこに行ける道具か何かが見つかるかもしれないだろう。いいじゃないか別に。でもさ、数少ないアルセや資源を奪い合う必要もない。大地が沈む不安に怯える必要もない。みんなが安心して暮らせる場所、そんな場所があるって夢見ちゃいけないのかよ。別に夢見るのは勝手だけど。へえ、みんながね。なんだ、人間ってのはもっと自分勝手な生き物だと思ってたけどね。レックス、親は？いない。俺が小さい時に死んだってじっちゃんたちから聞いた。じっちゃんってアーツを教えてくれたっていう？ああ、俺をずっと育ててくれた。人間じゃないけどね。人間じゃない。なんだかよくわかんないけど、そのじっちゃんとかに感謝しな。え？あんた悪かないよ。私と一緒だな。原子到着。各作業員は持ち場につけ、サルベージャーは装備を整えてハッチに収納。かなりの年代物だ。
それにあれは推進機かな。あんな形のもの見たこともない。どこの国の船だ。見てくれば情報通りだ。問題は中身。固定完了。内部探索に移行する。見事な手際だった。なかなかやるじゃない。本業をなめるなって。各班、準備のできたものから侵入開始。さて、俺たちも行くか。お前も来い。え？こいつも連れて行くっていうの？シン。お前らだけじゃ不安だとよ。な何ぼーっとしてんの？言われたろ？ついてくるんだよ。Thank you.
全く、どっちがモンスターなんだか。やっぱり頼りになるな、ドライバーは。白子もお疲れ。あんな雑魚相手に浮かれてんじゃないって。そうだけどさ。ガキがいつまでもじゃれ合ってんじゃねえよ。行くぞ。年上がみんな偉いのか。じっちゃんは年寄りは敬えって言ってたぞ。年寄り。あのクラスの化け物を簡単に。やはりただ者じゃなかったもん。スペルビアでの大事業も順調だし、こいつはいい金づる見つけたもん。
到着。よし、やってやる。エクス、フォローは任せな。はい。はい。さっさと行くぞ。お宝回収。集中してください。大丈夫大丈夫、攻撃は最大の防御っていうじゃん。いいよ、相手になってやる。払ってみたいか。うわっ、はっ、はっ、はじいてやんよ。両者やっ、どのストライク、はっ、フラッチ、うわっ、やっ、まだそこだ。おっ、バッチ、トリガーレイジ。俺たちの力見せてやろう。好きにやらせてもらうぜ。
やってやる。気を抜かずに行くよ。
ザラザラしてんじゃねえぞ。なんだよ、トリブって。いただき。Thank you.
こっから先は通さねえってか。面白え。見ろよ、シン。あの紋章、アデルの紋章だ。アデルの紋章って何のことだ。おい、その扉を開けろ。え？この扉はお前たちでなくては開かん。俺たちじゃなくてはってどういう。いいから早くやれ。こっちは大金払ってんだぜ。なんだよ、お客だからって偉そうに。どうやって開けるのかな。これを開けるスイッチか。やっぱりか。待て、奥にもう一つ扉がある。行くぞ。なんだあれは。間違いない。天の聖杯だ。天の聖杯？小僧！そいつに触るんじゃねえ！
悪く思うが、せめても情けだ。この先の世界を見ずとも済むようだ。ケロスを呼べ。あの、悲しい音。え？止まないの。ずっと、ずっと昔から。止まないって、あの鐘のこと？アーケディアでも近くに来ているのかな。ねえ、ここって…ここは楽園。遥かな昔、人と神とが共に暮らしていた場所。そして私たちの故郷。え、嘘。ここが。クリスタル、君はブレイド。私の名前はホムラ。え、俺は知ってます。レックスでしょ。どうして俺の名前を。さっき私に触れてくれた時に。さっき。あれ、そういえば俺なんでこんなところに。あなたは死んだ。真に胸を刺し貫かれて。真、胸を。思い出した。俺はあいつに。大変だ、みんなが。このままじゃ紹介のみんなが。ダメだ。俺死んでるんだった。くそ、死んでさえいなきゃあんなやつ。レックス、お願いがあります。私を楽園に連れて行って。楽園って、ここじゃないの。ここは記憶の世界。遠い遠い私たちの記憶の世界。本当の楽園はあなたたちの世界。アルストの中心に立つ世界樹の上にあります。記憶、
幻みたいなもんか。でも無理だよ、俺死んじゃったんだろ。君の手助けはできそうもない。私の命を半分あげます。そうすればあなたは生き返る。私の天の聖杯のドライバーとして。天の聖杯のドライバー、それってどうします、レックス。ここはホムラの故郷なんだよね。ええ。本当にある？レックス、あなたの考えていることはわかります。そう、ここに来ればアルストの運命、死にゆく大地の呪縛から解き放たれる。もう未来に怯えなくて済む。なら答えは決まってる。いいよ、行こう楽園へ。俺がホムラを連れて行ってやる。ありがとう、レックス。私の胸に手を。え？いいの？いや、やれ。やれって？そいつらの命の代金はすでに払ってる。俺らが天の聖杯を手に入れたっていう話、知る人間は少ない方が何かと都合がいいからな。できないよ、この人たち関係ないじゃん。おかしなことを言う。お前、自分が何のためにここにいるのか忘れたのか。けどさ。めんどくせえ。もういい、俺がやるわ。何？がっ！卑怯じゃないか。それが大人のすることかよ。ほら。はい。行くよ。はい。いい、俺がやる。悪いな小僧、あいつの力をそうホイホイ使わせるわけにはいかないんだ。俺が相手をしてやるぞ。来いよ、天の聖杯。お前、どけ！
やめなよメッツ、相手は子供じゃないか。子供だ、冗談はよしな。こいつはとっくに天の聖杯のドライバーだ。天の聖杯のドライバー、レックスが。ありがとう、ホムラ。どういたしまして。続き、行きます。みんな、今のうちに、早く。ゴリア。メツ、受け取れ。逃がすけよ。お前の相手は俺たちだ。バイングソード。小僧、前ごときがと言いたいところだが、その瞳の色もっと注意しておくべきだな。何のことだ。教えねえよ。行きましょう、レックス。イーグルアイ、いいね。
かりました。行けよ、ホムラ。はい、レッツ。ダイイングソード。スペイラルソバトだよ、レッツ。聖杯をそこまで扱えるとはな。けど、調子に乗るなよ、小僧。やっこ。承知。なんで邪魔をする。頭イカれてんのか。ニア、イカれてんのはそっちだろ。子供相手に。お前、自分の立ち位置分かってんのか。分かってるよ、けどね。面倒くせえぞ、ニア。やはり目指すか、楽園を。それが私たちの望みです。ならさせるわけにはいかねえな。
味。お前はまだ。あれは。いつかだ。セイリことか。というわけで、命からがら逃げてきたのですも。というわけでじゃないも。お前はアホかも。どうしてきっちり死んでこないも。後で返金しろって言われたらどうするつもりも。え、死んで返金ってどういう。ふん、こっちの話だも。んで、レックスとそのブレイドはどこ行ったんだも。はい、レックスたちを乗せたアルスはトルネア海から南に逃げて、その後は行方知れずですも。何分嵐が激しかったもので。わからないも。はいも。で、逃げてきたも。は、はいも。もう言い訳は聞きたくないも。とっとと戻ってこいも。次の仕事が山盛りになってるも。もうずしおにも保険をかけてたってのに、これじゃ大損だも。それにしてもトルネア海から南ということは、今の時期だとグーラに向かった可能性があるも。グーラの毛布領事を呼び出せも。わかりました。少々お待ちください。これはこれはバーン会長、先だっては大変お世話になりました。クズ者のコアクリスタルもアバリティアブランドをつければ一級品。それを我がスペルビア本国に売り込むお手並み、さすがはバーン会長。恐れ入ります。気持ち悪いおべんちゃらはいらないもん。っていうか、通信でコアクリスタルの話するとか、お前もアホかも。アーケリアに傍受されたらどうするも。これはすみません。まあ、それよりいい話がある。え、いい話とは。それは、
村。よかった。どこか具合悪くありません？具合？ああ多分大丈夫。ここわかりません。どこかのアルスに流れ着いたみたい。アルス？じっちゃん、ニアたちは？探そう。近くに流れ着いてるはずだ。はい。Thank you.
もっと役に立つことができるかな。